小峰城は2011年に誕生した財団法人白川観光物産協会の公認キャラクターである。白川市や白川小峰城に実在する乙女桜と白川の3名所の PR、そして東日本大震災で被災した各地の復興応援が目的である。企画、制作は小峰城政策委員会が担当。2011年8月28日に 白川市立図書館で行われた乙女桜の伝説特別動画上映会にて初披露された。小峰城はご当地萌え、キャラクター初の変身ヒロインであり、その土地の活気の力を得て変身するという特徴を持つ。その土地の活気の力とは、どこの土地でも変身が可能であるという広い意味を持つ。変身後の姿として、現時点では白川小峰城の王家、 南国公園の強化白川の咳の、花の三種類が存在している。白川に伝わる伝説を元にしつつ、徐々に現実とリンクしていく緻密な構成の、昔話風動画、乙女桜の伝説は、小峰城の復旧とともに進行していく。寛永年間に城の大改修を行った際、本丸の石垣が何度も崩壊したため、人柱を建てることになり、 人柱にするのはその日、最初に城に来たものということに決まった。すると、最初に来たのは、作事奉行の娘、乙女だった。父は、必死に、来るなと手で合図をしたが、逆に、恋という合図と勘違いした乙女は人柱に、されてしまった。その後、石垣は無事完成し、乙女が埋められた場所には、桜の木が植えられ、乙女桜と呼ばれるようになったという。 ありがとうございます。